はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。おむすびチーターです。今回なんですけど、さっきのね、ルーム戦の生放送中に、YouTuber の西勝さんがね、対戦してくれたんで、今回は動画にしていきたいと思います。ということで、許可ももらってるんでね、ぜひよかったら最後まで見てください。どうぞ。お願いします。いや、僕もショートドラゴン結構っていうか、めっちゃ見てるわ、ほんとに。え、こんなリボン持ってんの西勝？え、ちょっとわかんない。お願いします。いや、そうっぽいわけど。大抜きか、ちょっとね、一回その前に見せて。ロペスいるわ、確定っすわ、ちょっとやばいわ、ほんとに。何落ち？いや、負けねえわ、ちょっとこれは。YouTuber 対決。やばいな。オッケー、集中、ちょっと待って、さすがにね、D ランクには負けんよ。やし、D ランクね。やっちまった、待って、やべえ。やべえ、ちょっと待って。ごめん、本当にすいません。いやー、いやらしいな、そのボールは。いやらしい、マジで。待って、ちょっとせめて1点取んなきゃ、まず。大きな打ち。うわ、入んないか。ビップさんは多分忙しいからね。ビップさん忙しい。いや、待って、止まないもんだって、翔さん。やっちまった、普通に。やってるわ。やってるわ。ちょっと、これ逆に、この勝っても申し訳ないしな。マジで、ちょっと、そんなね、入らないくないと思うけど、今日の視聴人数的には。16行くじゃん。16するわ、次、ちょっとじゃあ。来た、倉本選手。オーケー。 D ランク昨日動画で撮ったからやったけどさ、めっちゃきついよね。もうミート多分ちっちゃいもん。やら貸してるさ、おうち。おい、いやー、ガチか、打たれたし、普通に。やべえ。これ負けたらちょっとやばいぞ。 D ランクだもん。バッターは神里、ここは1点を取りに来るでしょうから、ランナー進めてくるでしょう。なるほど、そうですか。怒ったんじゃね、多分そうだ。ごめんなさい、マジで分かんないけど。うまい。もう D ランク1が慣れてますもん。あのね、その D ランク取られちゃダメなんですよ。うまく落とすしかないんで。来た、ロペス。ちょっと帰るわ。西勝さんも多分皆さんも知ってるよね。もうショート動画でめちゃめちゃもう伸びてるもんね。登録者ももう9000人とかなかったっけ。タイピンついてって、まあ、ピンチだと思ってないのか、まだ。バントしました、ファウルボールです。ワンストライクです。バントしてくる。 OKOK、 でかい。あ、待って、これファール。いや、うまいな、バントが。さすがっすわ、マジで。タイピンついてる。おい、つけや、宮西。おい、いつつくんだよ、宮西。オッケー。その選手、なんかホームラン打ってたよね、前。動画で見たけど。頼むよ、マジ。ゲッツーな。ゲッツー取ろうぜ、みんなで。最後。大きな、ハイスボール。980、やべえわ。何倍でよ。あ、甘い。取ってくれて、あなた。強いっす、マジで。もしまた機会があったら、お願いします。は、5番、グラシアル。噂は、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球はボールになりました。これが2球目。スライダーが決まります。次が3球目。低めは外れました。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ。